はい、よろしくお願いいたします奈良市におきましては、まあ、デジタルガバメントの推進ということでこの間ですねあのマイナンバーカードの取得推進ということに力を入れてまいりましたあの直近でですね発行が33.8%ということでございますあの1年前がですね1年前があれ1年前がどこ行った、えー、すいません昨年のですね10月で23%で 1年前の4月1日が、ね、17.7%でございましたので、まあ、大体あの倍増かなというふうに思っております、まあ、この1年間で約2倍にマイナンバーカードのまあ交付率がです、ね、あの向上したということでございます、まあ、あのこの間、いろいろとキャンペーンをやったりそれからあの特例給付等で,です、ねまあ、市民の皆さんもマイナンバーカードの取得の機運がまあ醸成されてきたということもあろうかと思っております。まあ、あのここについ いてですね、あの今年度末までに50%まで到達をさせたいというふうに思っておりまして今回です、ね、あの国の,あの個人番号カード交付事務費補助金という制度を使いましてあの全額国費でやれる限りのことをやっていこうというふうに思っております。あのマイナンバーカーカドにについては既に あの個々の通知によりまして、えーまあ、あのスマホなどでもですねあの申請はしていただけるんですがあの取りに来ていただくという部分については、まあ、の来庁の必要性があるということでございます、まあ、市役所本庁の方でもあの臨時の窓口を設けて職員の配置等を行っておるところでございますけれどもやはりあのより利便性の高いところで交付の事務をさせていただくということで、えーまあ、取り込んでいるというその動きを見せていくということにもつながるかなというふうに思っております、えー、場所としてはですね あの奈良ファミリーのです、ねえー、上のほうにです、ねあのまあ、現在もです、ね、あのスペースがあるんですけれども場所が今までが。 移転前が十三坪でございましたが、今後七十三坪まであの約五倍に拡大をするということでございます。三密を避けるという意味でもです、ね、えー、ゆったりとスペースを取らせていただいて、えー、まああの来庁・来所された方の安全性も担保をしながら、スムーズに事務の執行をしていきたいというふうに思っております。 まああの一日あたりですね、えー、概ね200件ということを想定をいたしております。まあこの200件の中としてはですね、マイナンバーカードのまあ申請関係の方とそれからあの取得をしてからですね、あの5年経過した方の番号暗証番号のですね変更 をする作業がありまして、これがまあ50件ぐらいかなということで、まあ概ね1日200件まあ対応できるようにということで体制を取らせていただいております。まああの人員体制もですね、正職員会見に合わせて36名体制ということで、あ非常にあの増強した対応で臨んでいきたいと思っております。まあやはりあのこれからの時代に少ない職員数でも市民サービスを維持をしていこうということや、またあのスピード感を持って行政実務を していこうという中ではマイナンバーカードのま取得がやはり不可欠であるということでありまして、ま今回もですねあのこういったチラシを作らせていただいてあの市民の皆さんにまより親しんでいただけるようにということで考えております。まこれまではですねあの日曜日それから祝日についてはですねあのまあ運用していなかったんですけどもここについても今回新たにスタートさせていただくこととなります。まあのそういった意味ではお買い物などの際にですねお立ち寄りいただくということも非常に しやすくなるかと思いますし、まあ、すでにあの案内、あのー 受付、えー、案内システムがありますので、えーまあ、あのスマホなどにです、ね、あの混雑時には、えー、あとどれぐらいで、えー、自分の番が来るかというようなことも案内できるシステムもすでに導入しておりますので、まあ、そういったものも活用していただくと、えー、待っていただいている時間も、まあ、無駄にならないかなというふうに思っております。えーまあ、あのなんとかですね、えー、こののアフターコロナ時代の行政 自治体業務ということでもです、ね、力を入れていきたいというふうに思っております。ちなみにですね あの奈良県内ではです,、ねまあ、すでにあのもう少し上を行っておられるところが、まあ、やはり柏市さん、生駒市さん、えー、非常にあの交付率が高いということでございますあの追い越せ追いつけ追い越せということなんですがちなみに中核市60市ありますが60市の中では上から6番目ということで聞いておりますあのやはり人口規模が多いとなかなか浸透させるのにあの時間がかかるんですが、まあ、同規模の中核市の中で申し上げればあの 6位ということでありますので、なんとかですねあの上を目指して、えー、まあ奈良市が取得を推進することによって、えー、皆さん方の動きもさらに加速していけばなというふうに思っておりますこの件についいては以上でございます。